ああ、君たちね、もう高校生なんだよ。教室で暴れ回って花瓶を割るなんて今時小学生でもしないんじゃないか先生、聞いてください僕は何もしてないんです僕も何もしてません。とは言ってもね、教室に残っていたのは君たちだけだし、信じたい気持ちはあるんだけどおそらく二人のどちらかなんだよね。僕じゃないです僕でもありません。何罪を認めて謝ってくれたら怒ったりしないから。信じてください僕じゃないんです僕でもありません。うーん。陽介が花瓶割ってるところを見ました。ええー、花瓶にキャメルクラッチしてました。そうなの嘘つくなよ、お前誰が花瓶に関節罠決めんねえええ いえ、洋介です。カビにスコーピオンデスロックしてました。さっきと関節が変わっとるやんけてかどうやってかけんねん二人の話を聞いた感じだと、洋介が怪しいな。なんでやねんなんで俺が押されてやねん一週間前に第三の傘が盗まれた事件もあったじゃないですか。あれも実は洋介です。嘘つくな教室の隅で4の字固めしてました。俺何がしたい洋介、あとで職員室に来なさい。ちょっと待って、ちょっと待ってください納得いきませんとは言ってもなあ証言あるし。こんな嘘ですよ何ですか の趣味趣向はそれぞれだけど、学校の前でやるのは問題だよ。その理解のある先生すらやめてください。一番大事なところ理解してないですから。てか学校のもんじゃなくても十分問題ですよ。ぐだぐだ言わず、早く職員室行ってこい。あかんこいつにキャミロックって決めてもいいか？ちなみにこいつ line のアイコンスヌーピーとかにして女子受け狙ってます。それは本当かえや r 別に何わかんねん。ちなみにこいつ休日に生きて香水とかつけてます。それは本当か。えや r 別に。ちなみにこいつファッションは足元からやって高校生のくせに背伸びして高い靴買ってました。さっきからちなみにちなみにってその今いる。あかん職員しとなさい。もう。 成分1万字書かせてやるそんなに書かす何を反省したらいいねん俺何もしてないやろまず LINE のアイコンをスヌーピーにしてる件についてなんでそ